正規クラミジア感染症は、クラミジアとラコマチスの一種により生じる性感染症。正規では、男性では尿道に膿や痛みを生じ、女性では、織り物が増えるが無症状のこともあり、喉への感染では、喉が痛くなり、痰が増えたりするが無症状の場合もある。治療せずに放置することで、不妊症の原因となったりする。臨病と並びよくある性感染症である。 十大世代の10%前後が感染しているとするデータがあり、比較的多い。感染経路は、コンドームを使用しない性行為のほか、オーラルセックスによる感染、母子感染もある。治療にはクラミジアに有効な抗生物質を駆除に必要な量、日数で用いられる。2007年には、女子高校生の13.1%、 男子高校生では6.7%が感染しているとの報告があり10代の若者への感染の蔓延が懸念されている。さらに2013年10月から2014年3月までに全国の参加施設を受診した妊婦32万5771例を対象とした検査によれば2.4%が感染していたと報告されている。この感染率は 欧米と比べて高く、先進諸国の中で最も感染が拡大している可能性が指摘されている。米国で2008の2010年に医師がクラミジア検査が必要であると判断した妊婦約60万例の結果ではとされており、各年齢層ともに日本の感染率が高い。また、都道府県によるばらつきが大きいことが報告されている。しかし、 大流行とも言える状態にあるもかかわらず、公衆衛生行政が積極的な関心を示していないことに危機感を示す医師もいる。クラミジアの一種であるクラミジアトラコマチスが尿路や性器に感染することで起こる。なお、性器クラミジア感染症を引き起こすのは CT のうちの DK 型であり AC 型と L 型は別の疾患を引き起こす。成功。 オーラルセックスキスなどにより粘膜に感染する。感染部位は咽頭尿道、膣内直腸。相手が咽頭感染している場合通常の口づけでは感染する可能性は低いがディープキスの場合は感染率が高くなる。極めて稀だが、洋式便座、公衆浴場、タオル等を介して感染することもある。感染後数週間で発症するが、 約80%は無症状とされる。男性の場合は、尿道から透明な海が出る。痛みを伴う場合もある。女性の場合、羽織物が増えることがあるが、自覚症状は乏しい。高等感染では、喉が痛くなり、痰が増えたりするが、無症状の場合もある。治療せずに放置しておくと、クラミジアが体内深部に進行し、男性の場合は、尿道経由で、 前立腺炎、副抗菌炎、肝炎、人炎になることがある。女性の場合は、急性腹膜炎、子宮頸肝炎、子宮内膜炎、卵肝炎になり、進行すると骨盤腹膜炎になったり肝臭炎や卵巣炎を引き起こし、子宮外妊娠や不妊の原因となることもある。また三道感染により、新生児が血膜炎、肺炎を発症することがある。また、 重毛膜溶膜炎を起こし流産、早産の原因ともなる。さらに、クラミジアに感染していると、他の性感染症や HIV の感染率が飛躍的に高くなるとされている。女性の不妊だけでなく男性の不妊との関連性も指摘されている。男性の場合は、非尿器か、性病か、女性の場合は、産婦人か、性病かを受診。妊頭感染の場合は、 自備員効果。正規感染の場合は、患部から体液を採取、もしくは採尿し、クラミジアの有無を調べる。クラミジア製の尿道炎と、マイコプラズマや、ウレアプラズマが原因となるヒクラミジア生活、非リンキン製の尿道炎との症状の差は見られないため、症状による鑑別は困難であり、検査により容易となる。検査には、病院のほか、検査キットが販売されている。 保健所が無料で行っている場合がある。こうした無料の検査は月に1から2度である。日本の2016年のガイドラインによる説明では、クラミジアでは、マクロライド系のアジスロマイシンや、乳気のロン系やテトラサイクリン系の抗生物質が用いられる。喉のクラミジアでは正規への感染に準じる。アジスロマイシンでは 1g 単回の服用でよく、他の薬では継続して服用する。 症状は数日でなくなることが多いが完全に死滅していないことがあるので指示通り服用が必要となる。薬に耐性のある耐性菌も増加している。途中でやめた場合ぶり返したり、菌が薬剤に対して耐性を持ってしまい症状が悪化したり治りにくくなることがあるためである。また、オーラルセックスによるが陰頭感染例が10%とする報告もあり。 自備陰講家との連携が必要と指摘されている。性感染症である本病は、禁欲が根本的な予防策である。とりわけ不特定多数との性行為の自粛である。コンドームの着用である、程度予防することができるが100%ではなく、口から口へ、口から正規へという場合などが考えられる。ありがとうございます。